最初ですね、昭和47年にスタートしたときに土曜油絵教室という名前でスタートしたんです。でそれでしばらくやって、平成7年と思うんですけど、それからその時にこの会のメンバーから募集して風の会と、その風の会を提案したのは吉田さんの方から提案がありまして、皆さん賛同して風の会という形で今日まで来ております。経験のすごい何十年とやられてる方もおるし、 2,3 年の人もおりますし、それはもう幅は広いですね。その47年の時に牛鬼の木版画で有名な兵頭敏郎先生という方が武将中学校の先生しておりまして、その頃油絵の教室やろうということでスタートしたわけですね。それ方が宇和島に帰られた後、4、5年経った後、私が南高の教員で帰ってきましたので、声がかかりまして、その後ずっと私が引き継いでやっています。展示会は定期的にやっとるのが年に1回、出会い21で5月の下旬に1週間ばかりかけてやっております。それと県立南谷病院に展示を一年中通して展示しております。これは7月と12月に柵に入れ替えしますので、地域の人たちからすごくこう喜んでもらっております。病院ですので元気の出るような油を出そうということで取り組んでおりますので喜ばれております。いろんな場面で油に接することがあると思うんですけれども、文化祭にも参加しますし、油と接する場面というのはあると思うんですけれども、ぜひですねやってみようと、もう慣れるのはもうすぐですので、もうぜひこの油の魅力を知ってもらったらと思っております。